マリアノルベン・プエルタは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身の男子プロテニス選手。2005年全仏オープン男子シングルス準優勝者。身長180センチメートル、体重78キログラム。男子テニスツアーで、シングルス3勝、ダブルス3勝を挙げた。5歳からテニスを始め、1998年にプロ入り。 それから7年間は4大大会では3度の2回戦進出が自己最高成績だった。2005年全仏オープン男子シングルスではノーシードから決勝に勝ち上がった。決勝で当時19歳になったばかりのラファエル・ナダルと対戦。プエルタはナダルから第一セットを奪ったが続く3セットを落として7から6、3から6、1から6、5から7で敗れて、 準優勝に終わった。ところが、全仏決勝後の検査で、彼が、禁止薬物である興奮剤のエチレフリンに、陽性反応を示したことが明るみに出てしまう。プエルタは2003年にも、ドーピング違反で9ヶ月の出場停止処分を受けた、ことがあった。12月21日、国際テニス連盟は、プエルタに対して、出場資格停止8年の処分を発表した。 この処分は決勝戦のあった6月5日に遡って有効となり全仏オープン準優勝で獲得したポイントと賞金を含めそれ以後のランキングポイントと獲得賞金がすべて没収されることになった。1年後の2006年スポーツ仲裁裁判所がプエルタの出場停止処分を当初の8年から2年に軽減することを決定した。処分が明けた2007年6月から 現役復帰を果たし、チャレンジャー大会を中心に転戦していたが、二千九年十一月のペルーの大会を最後に試合から遠ざかっている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト四、QF イコールベスト八、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。